古川吉洋は、日本中央競馬会立当所属の騎手。岡山県津山市出身。同期には、福永雄一や和田隆二らがおり、競馬学校花の十二期生の一人である。愛称は、古吉。中学校時代は野球をしており、運動神経の良さと体育の小ささから騎手になることを、勧められ、競馬学校を受験する。古川は、当初、騎手。 進学を半々で考えており、興味半分で受験。合格したことから騎手になることを決心した。1996年立党、長浜広之旧社の所属騎手として、デビューをしたが初勝利までには、時間を要し、デビューから3ヶ月を経た6月に、同期の中では最も遅い初勝利を挙げている。しかし、そこからは順調に勝利数を積み重ね、 初年度に21勝を挙げる。翌1997年には、アインブライドに起乗し、暮れの阪神3歳ヒン馬ステークスに勝利。デビュー2年目、そして同期では一番乗りでの GI 初制覇を果たし、インタビューでは思わず号泣する場面もあった。その後、減量が取れてからは、勝ち倉が低迷していた時期もあったが、2007年、 ゴロから、騎乗数とカチクラを増やし続け再びカチクラを年間20勝前後に戻し、2009年にはピエナビーナスでクイーンステークスを制し、阪神3歳牝馬ステークス以来12年ぶりの重賞価値を記録している。2010年は自己最高の38勝をマークした。2020年3月15日、阪神第2競争でオカリナに騎乗し一着となり、 史上100人目となる JRA 通算500勝を達成した。ありがとうございます。